はい、こんにちは、三次郎です。今回はですね、キープメモ、自分メモやね、服薬管理ということで、今飲んでる薬を、ちょっと言うとく、納めとく、キープ、自分メモ、はい、というのもね、私糖尿病と心筋梗塞両方なんですけど、ここには心臓、ここはなんか入ってますね、あの何やらいうやつがね、金属が入っとるんですけど、去年のいつ頃や、5月かな、ここうーってあれなんですけど、ここね、3、4ヶ月、5ヶ月、ちょっと心臓の方の病院全く行ってなくてね、薬ももうないんですよ。で、全然飲んでなくて。で、まあまあそんな日頃から薬はあんまり飲まないんでね、まあええわ思ってやっとったんですけど、その糖尿病、別の病院なんですよ。で、糖尿病の診察の時に、心臓長いこと言ってまへんねんって口滑らしてね、ほんなら先生薬はって言われて、みたいな、飲んでへんしみたいなね、ほんならもう先生えらい怒りはってね、その糖尿の薬はまだしも心臓の薬飲んでへんかったら死ぬでとかえらい言われて、さよかみたいなね。で、その時に先生がもううちで心臓の薬も出しとくさかいみたいなね、薬好きやね、でくれたんがこれね、それをちょっとここに記憶保管、こうやって見えやすいの、どうやって見えるの、こうこれね、上から内分泌代謝とか糖尿やね、スーグラ錠 50mg、 なんて書いたのこれ、糖尿病治療剤って書いたね、どういうことね、糖尿病治療剤、はい。で、次が、メトグルコ錠 250mg、これね、入院した時に事情聴取されたやつやね、だからいっぱい書いてますわ。薬もらいに行かなかったので1ヶ月ぐらい飲んでいなかった、一錠飲みに、あ、これさ、入院の時には糖尿の薬全く飲んでんかってね、だから入院の時に薬手帳かなんかで確認されて、控えたんをまた先生がこれ出してくれはったよね、プリントアウトして、こう持っていき言うて、で、薬薬局とちゃんと合うてるか見といてや、みたいな。はい。んで、同じく糖尿病やね、メトグルコ錠 250mg。これが血糖硬化剤って書いてあるね。血糖値を下げるんやね。はい。でも、こんだけ、糖尿病はこんだけ。次、心臓、エフィエント錠 3.75mg。高血小板剤かな。なんかよくわからんけど。はい。次、バイアスピリン錠 100mg。次が、ランソプラゾール OD 錠 15mg。 次がロスパチタン OD 錠 5mg。 ケミファ、これが何、HMG-CoA 還元酵素阻害剤、
次が、カルベジロール錠 10mg サワイ、持続性高血圧狭心症慢性心不全、なんや書いてあんねん、アイトロール錠 20mg 狭心症治療薬、こんだけ飲んでます。はい、以上です。キープメモはい。で、要はこの中に血圧下げる薬となんか血がなんちゅうの詰まらんようになんか してくれてはんねんね。で、一個言いたかったんがメトグルコ錠、糖尿の薬やね、メトグルコ錠を飲んだらね、非常に便、おトイレが、便通がいいっていうの、かなり、はい、もうびっくりするぐらい出るよ、はい、で、もうめちゃくちゃええ匂いする、もうこの匂いがもうたまらん、はい、っていうことです、はい、以上。キープメモ、服薬管理ということで、毎度失礼します。いつもお気に。失礼します。チャンネル登録お願いします。